どうもこんにちは、舞姫大学特別講義でございます。今回はトレンドブログはどういったものかなというところでね、お話をしていこうと思います。まあ、私ね、ブログをね、1万4000個したそういった経緯がありまして、この辺はね、きっちりと墨分けをしながらやっていたんですよ。で、今振り返って思うと、トレンドのブログってまさにトレンド、その瞬間的なアクセスを狙うんですよね。まあ、ですんで、ファンをたくさん作れるかっていうと、なかなか難しいものがあります。というのが、話題に価値があって、作者にあまり価値がね、伝えにくいと言いますかね。視聴者さんから見ると、あんまり書き手に魅力を感じにくいってところがありますね。まあ、ですんでね、やっぱり基本的には資産性のあるコンテンツを作った方がいいと思いますよね。これはどういうことかっていうと、例えばお金の問題解決をするブログを作るとしたらね、最初に1000円とか1万円を稼ぐ小ネタってのは多くの人が最初に通る道だと思います。そのうちに10万を目指したりとか100万を目指したりみたいに、だんだん金額とフェーズが変わってきます。それにつれて難易度が上がってきますよね。そうするとね、やっぱこう月に1万2万を稼ぎたい人っていうのは山ほどその情報にタッチするんですけども、そこを行かない人がじゃあ月に100万っていうものにタッチするかっていうと、そんなにいないわけですよ。そうなるとでかい金額を求める人は減りますし、小さな金額とか難易度の低い作業を求める人ってのは多いわけじゃないですか。そういった形でね、例えばですよ、お金の問題解決をするにしても月に1万から2万の、まあ3万円以下でもいいですかね、月に3万円以下の副収入を求める人のブログみたいな専門ブログを作る、これがまあコンテンツになるわけですね。そうなるとこのブログって1回作ると、もちろん作った直後もアクセスはあるでしょうけども、10年後でも20年後でもね、やっぱり月に3万円以下から副収入を始めたいっていう人は、まあいない、ずっと居続けるわけですよね。そうなると延々と記事が読まれるってことの可能性は高まるかなと思います。じゃあ月に100万円稼ぐためのブログを専門ブログとして作ったらどうなるかっていうと、月に100万どころかね、月に10万も稼げてない人がいきなり100万見ますかってことなんですよ。そうなると価値は高いんだろうけども、でもアクセスはそんなに望めなくなりますよね。で、こういうふうにお金の問題解決にしても、どんな形でどんなテーマで書くかによってアクセスが望めるのか、それともまあレベルの高い人だけを集めるのかっていうふうに変わってくるわけですよね。で、基本的にはでもそういうふうなお金の問題解決というテーマに特化したブログを作る方がいいかなと。その他のテーマで選ぶとしたら、健康に対するものとかね、健康に対するものもすごく簡単にできる健康法から、機材が必要だったり期間が必要だったりする難易度の高いものがありますよね。あとは恋愛ですか、恋愛とか結婚に関しましても、まあ、10代とか20代の恋愛のテーマと、それから同じ恋愛のテーマでもほとんどの人が行き着くことはないだろうみたいなね、そんな恋愛のテーマで書いていくこともできると思います。まあ例えばね、結婚生活をしながら、まあ、20歳年下の人と付き合ってますみたいな、そんな専門ブログってほとんどの人があまり接点がないと思うんですよ。でも本当に極小の人がね、興味を持ってくださるかなと思います。当事者ってのが少ないわけですから、アクセスはそんなに望めないですよね。ただ少ないアクセスでも当事者がアクセスしていると思えば、その関係性は濃いと言いますよね。まあだらだらといろいろと今まで申し上げましたけども、いつでも再生される見込みのあるブログをたくさん作るのが資産性の高いブログになると思います。それに控え、トレンドっていうのはあんまりね、求められないんですよね。その瞬間だけアクセスが高いんですけども、費用ごとにアクセスは伸びなくなってきて、そのアクセス、そのサイトのアクセスが復活することってほとんどないんですよね。まあ例えば芸能人の不倫とかね、それから何がしかのスキャンダル、まあもしくは世間に対してものすごくね、喜ばれることをしましたってことは、その瞬間だけは脚光を浴びるんですけども、まあ芸能人とか有名人っていうのは活動がだんだん鈍ってくるんですよね。で10年20年と何のニュースもなくなって、当然アクセスは減るわけですよ。次にアクセスが伸びるときって、その芸能人、有名人がお亡くなりになった訃報のときです。訃報が来たらさすがに懐かしいなと思う人が、昔はどうだったのかなっていうふうに名前で検索する。そのときに少しアクセスが高まるぐらいでね、
で、その波も訃報を最後にして、もうほとんど検索されることがなくなるようなことが多いんじゃないですか。今の志村けんさんで検索する人ってやっぱりだいぶ一時期より減ったと思いますし、尾崎豊というキーワードで検索する人もかなり減ってきてると思うんですよ。かなりの影響力を持つ人でも、うん、やっぱそういうふうにね、忘れられていくんですよね。だからトレンドブログってのは、うん、たまにはいいと思いますけどもね、上場的にするもんではないかなと。ということで結論、普段は自分の得意分野とか多くの人がアクセスするだろうというテーマに絞り込んだブログをするべきであって、番外編としてトレンドをたまに挟む、まあ、この組み合わせでいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。では本日は以上ですね。